ヨッピーさん、ん、私とあるね伝説を耳にしました。はい。初心者では大魔王に勝てない絶対と、あの かかるまでにかなり時間がかかると。ああ、うん、なんだろう、このゲームね、初心者の難易度が高くてシステムを理解できないか、うん、あの火力が高すぎてご利用されるかみたいなそういうのが結構、まあ、実況、初見実況だと参見されるんですよ、うん、僕がやるとそんなこと基本的にないんですよ。あの、なんだったら最弱って言われたチームで理論上無理なやつを4日かけて倒します。僕4日かんの？僕が4日かけれましたね、はい、で今回はね、何をするかっていうと、うん、何の大魔王でもいいんで、うん、うーん、どうしようかな、何の大魔王でもいいんで、白目赤目両方倒すをやってもらおうかなと。はあ。白目大魔王という普通の大魔王が出てきた後に赤目が出るんですよ。はあ。その赤目を倒すのに初心者はできるのかと初心者が、はあ、全てのカードを使っていいしたら制約として全てのカードが使える状況で、うん、まあ、何の大魔王でもいい、弱い大魔王も実はいる結構。ああ、うん、まあ特例として白目しかない大魔王がいるんだけど、それはそれでも OK とします。ちなみにそれと白目が強いんで、だって、はあ、そう、全てのカードが使える時点で初心者がこのゲームをやった時、目ん玉が赤いか白いかってこと。まあそうね、赤目ってよく言われてるね。ああ、なんで初心者がね大魔王を超えるにはどれぐらい時間がかかる、またはシステムが理解できないとまず勝つことすら困難なのかどうか、参考にうちの三宝しおちゃんがいらっしゃるんですけど、 あいつ普通に倒せてますねあいつソフト持ってないんですけど倒せてます。なんとドラクエ自体はやっとんちゃう。ドラクエ自体やっててもこのゲームはドラクエとは全然違うでしょ。イレブンあなたやってんじゃん。ああ、ストーリーだっけ。あれはあれだ。そうで、今あなたの手には攻略本がありますんで、何の大魔王でもいいんで、その攻略情報とか見ながらでもいいんで、大魔王に挑んでいただければと。制限時間はね、まあ重そうも1時間ぐらいと。さすがにそれはリミットで。ああ、はい、大魔王に何の大魔王でもいい、一点集中でもいいし、ちょっと別の大魔王してみようかでもいいんで、まあ白目赤目両方が最高目標、白目だけでも倒せたらいいかなと。これ同じ、はい、同じやつが絶対白赤なん。その例えば白目のゾーマを倒したとしたら、ああ新ゾーマってやつが付いてくるんだよね。ああ、それが赤目ゾーマだね。ああ、2連戦になります、僕がやらせるのは。ああ、で白と赤で違うモンスターではないってこと。そう、うん、同じモンスター、ただ技は違ったり強化されたりするから、ああ、なかなか難しい骨太の戦いになる。ああ、で今回はね、1回戦2回戦とかを挟まない準備ができない状態だから、うん、有機量の調整とかコマンド選択とかを早くしないととどめが打てません。はあ、はい、また、選ぶモンスター次第でもあると。何使ってもいい、ただ俺は正直今回は強いモンスターいるからね。これ、うん、ああ、強いモンスター強モンスター使ってでもいいんで、それでもいいんで白目か、まあ最悪白目いってほしいかなという気分でございます。はあ、僕だったらいけちゃいます、絶対いけますまあ何回かかかるかもしれないけど絶対いけるわってなるんで、初心者がやった時ね、このゲームの敷居が本当に高いかを調査します。ほうほう、はい、じゃあ行きましょう。はい、それではいですね。はい、はい、押すで好きな大魔王、まあ挑む大魔王ですね。何にします、大丈夫かな、まあ個人的には白目は勝ってほしい。強いモンスター使うんだったら白目は、あのなんかよく言われんのよ、初心者でも強いモンスター使えば白目は絶対勝てるってレベルって言われてるから、うん、うん、白目は勝ってほしい。で強いモンスター入れてたりするんだったら赤目いってほしいかなっていうかもあるな。どれにします、まあどれもね、強力や状態異常とか思ってる敵も多いからな。これするか、何します、なんで、うん、なんでかなって単純に思い入れでもあるのかなって。なんか俺本見とって、うん、あ、なんか弱いやつ書いてあるからだけ
なるほど、どうぞ。なしのやつと書いてあるやつなんかあるから、とりあえずなんか書いてあるやつにするかって。あ、なるほど、いいんじゃないですか。で、この後に A を押すとチーム選択になります。で、まあ職業を選んでもらって、レジェンドチーム使ってもいいです、正直言います。何に使ってもいいです。たら大魔王に勝てるかどうかを検証するんで、初心者が強いやつ使えば白目も絶対勝てるシステムだよっていう人もいるんで、おちょっと自分でチーム組めよ、少し自分で考えろよ一つは。いや、これ見てもわかんねえ。これじゃわからん。あれ？あー、パスしたこいつ。いや、まあどうなんだろうこれは。戻らんのこれ。戻らないっすよ。知らん。1年前と同じことやってるお前。お前1年前と同じことやったんだよそれ。知らないんだ。もうかなり過去の実況で同じことやったぞお前。さ出てきちゃったよパスで。知らないやつが。あ、出てきたな。君の意図してないやつが。さあ行きましょうよ。僕はもう解説側に回るとしましょうか。今回は。DQ8 から登場のね、暗黒神ラプソンです。まあ、やたらモンスターズは弱くなりますね。こっちの形態が。小さい形態の方が強いんですよね。そうやったな。行くしかないね。さあ、パス出てきた。名も知らない男たち頑張れ。あ、もうわからん。この場合ですね、左上溜まってますね。溜まったら負けです。なので、どこかのターンに R ボタンを押して、つばぜり合いを仕掛けないとダメです。ドラゴンの杖か、あれ。そうだね。ドラゴラム撃てるんじゃない？おっと、ミスってますよ、ボタン。合わせた。ナイス！やるね、ゲゲ。基本的にこの大魔の攻撃、かなり力あるんで。あー、結構辛い。さあ本読みながらでも何でもいい、初心者が勝てるのかどうかを見たいんだ俺は。勇気は互角、打点も十分。ああどうした？ああって言ったから。これ何これ、魔物の足。大魔王の心を操ろうとしてんの今。外れるよな、そら。そら外れるよ。あー、凍結カードやばいよ、それ。このゲームの凍結カードはね、ほら、減るんだよ、こっちが。ああ。さあ、3ターン目ですよ。大魔王戦ではよくね、3ターン目が結構勝負の分かれ目って言われてますけど、割と分かれ目だね、これは。ミスってますよ。ブブ勇気回収がミスってますね。そう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 、いいよいいよいいよ、できてるよ。とどめ打てば3300出るんで、とどめさえ打てればもう勝てる状態です。さあただこのあと半分どう貯めるか、勇気を。そして向こうのオーブもたまろうとしてます、もう。ああ。さあどうする？わからんよ。勇気たまっちゃうよ向こう。うん。あ、受けるんや。動けるデブ。うん、まあ 5% です。ちなみに今 5% 引いてますねあなた。ラプソーンの 5% 引いただけです、あなたは今。すげえ、ラプソーンの 5% 引いた。あー、これならできるか。あ、たまたない、まだ。でも、あ、これはきつい。そうです、あなた動けませんね、主人公。真ん中の方が、今動けないんですよ。さっきので。ああ。
ということで、つばせができないですね、今。だ一点使いましょう。ちょ、来た？あなたもそういうのお好き？ちょっと好きなね、君も。意味のないエロカード使いやがって、お前。お前、何してんの？時間ねえと思って。意味のないエロが出てきたんだけど。おい、お色気使うな、急に。魅了されやんな、あいつ。何パーだと思ってんだよ。大丈夫かな。まずこの攻撃を耐えて、はて。そうだね、主人公止まってたのでかかったな。あ、こうほらもうひざまずいてる。あれ、最終ターン。なんとこのターンで最終ターンです。このターンで決めないと負けが確定します。仕掛けられないぞ。はい、仕掛けられないですね。だってマックスになってます。そうです、このゲームですね、マックスになると仕掛けられません。僕は君にそれを今ね、体験してもらいたかったんよ。何も言わなかったもん、僕だから。なぜ仕掛けないのかって言わなかった、俺は。初見実況者が、まず引っかかるポイントとして、マックスになっても仕掛けられると思っているです。見事に引っかかってくれましたね。そうだ、そうだろ。いや、俺は逆にそれが見たかったんだよ。普通そうは思わないけどね、俺。多分これがもう意識の違い。はい、まあ、まず1負けね。しゃあない。よし、ガンガン行こう。この調子でガンガン行こう。トゥル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 。割と強いカードなのにな、あいつら。じゃあ何にします？これや。あー、なるほど。それはなんでですか？ん？なんか次のページになった。割と適当な理由で選ぶのね。エルギオスだよ。まあ、ドラゴンクエスト9から出身。バトマス。お、バトマス。おお。え？あれ本読んでる？もしかして。本読んで切れてる？もしかして武器。まあ別にそう、いいんだよ。攻略本使ってもらって、ぐんぐん使ってもらっていいんで。画質が。あれ、これ2ページだけ？ 2 ページしかないですね。2ページやってますよ。全部揃ってます。何を使いたいかが定かじゃないですけど。何か多分、俺は何をしたいか分かるよ、ちなみに。職業が違うから無理ってことこれ。君が何がしたいか俺一瞬分かんだけど、バトマスでは合ってんの？もしかしてそれ。知らん。は？それじゃあ俺が読めない。君の目論みちょっとだけ今俺分かってんだわ。バトマスがあったのか知らんけど。俺ね、君が考えてることちょっとだけ分かるんだ、今。何がしたいかはちょっとだけ分かるよ。これ知っとるからこれにしよう。ほう。あ、これ。とりあえず勇者しとけるか。あ、ドラゴンボールみたいにしとこう。何がいいかな。とりあえず、あ、それっぽい見た目しろやつ選ぶわ。なるほど。いや、いいんじゃないですか。初見実況者は好きなモンスターやこれ強そうやなって言って入れます。合ってますよ。僕は合ってると思います。それで本当にしとこう。なるほど、本当にしとこう。それは強そうに見えるのかい？一体はなんとなく確かにわかるよ、強そうって言われて確かに説明されて納得はいく。俺も。なるほど。うん、なるほどね。君は攻略本をちゃんと読んだ感が今あるね。イエティとドランゴは氷属性の攻撃が使えますね。え？なるほど。いいんじゃないですか？私はいいチームだと思います、非常に。さあ。知名度は高い、エルギオス君。こいつ知らねえんだよな。知名度低かったわ。俺知らん。さあどうする？1これこれ。ほう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 、なるほど。弱点判定です。弱点判定入ってます。あ、そうな。
入ってますね。脳内全部インプットしてるんで。うん、なるほど。悪くないんじゃないですか？なるほど。ちゃんと、職業相性が、まあ、偶然化発生してるのもかなりいいね。耐久力が2900あるのは結構でかいよ。はぁ、あ。あー、なるほどね。さあ、怪しい瞳。さあ、あんま寝てほしくないところ。主人公が。寝た。主人公寝ました。つばぜりはできないです。だから、このターンは。どうあがいても。おねんね、おねんね。つばぜりをするときにね、また言うわ。あ、やばいな、これ。これ、威力高いよ。やっぱお前か。イエティか、やっぱ。だね。無理だ。やっぱイエティだったか。3玉やってんね。これでもやっ R で勇気をかけれます。勇気倍使われます。 R を押すと R で、まだいけるね。さあ、三好、デッドアール！デッドアールで三好！いや、無理じゃね？マックス止めろ！平均。あれってランダムじゃね？いえ？私は基本赤上げ止めてますけど。あ、規則性ある。連打！ AB 連打！ちゃんと規則性あるんだ。はい、ちゃんと規則性あります。あるん？周期がありますね。あ、周期があるってこと？はい。あのゲージ、赤ゲージ、黄色でやってみると分かりやすいんだよね。ごめんね、赤にしちゃって、勝手に。じゃあ分からんわ。黄色にしてみるとよく分かるんだけど、周期がある。そこを見押しする。まあ初見じゃ無理ですね、さすがに。今のは、つばぜれ初めてだったでしょ、もはや。うん。でもいい経験になったよ、逆に。つばぜれができた。仮にここで、まあ、うん、まあまあ、うん、うん、負けたとして。次、分かるようにはなる。無理やな。いや、ちょっときついか、あれ。あ、あ、まだんできた。おっと、相手の攻撃。死ぬっちゃう、これ。うん、よく耐えた。耐えんの。よく耐えたね。お前、そ呪文打ってやんで。よっ。よいよいよ。まだ打ったやん。それ俺もよく言う。さあ、どうする。大ピンチですわ、あなた。あ、もうできやんの。一回切り、一回なしに。で、スペシャルカードは一体入力しちゃったらできないですね。誰も入力しない状態じゃないと。いやいや、MP ないって。いや、いてつく波動だから。いや、MP 使うやん。いやいや、このゲームはまだってね、2連で打ってくるやつ。2連で打ってくるやついますから、世の中。まあ、知らんて。それは俺も思うわ。俺も思うよ、まだって2回打つのは反則だろって。俺も思う。俺ですら思う。でもいいんだよ。分かってきてる。ちょっと分かったね。つばぜりは分かったね。あと SP。コマンド前のプラスボタンでやる SP のし、がうまいこと分かれば、大魔王いけるかもしんないね。こっち。そうそうそう。あ、いやもう何をしてもダメだよ、今。あ、俺ダメだって、ほら。あ、溜まったんでか。そう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 。何押してもダメだね。時短、ただの時短、それ。今のただの時短だったんだよ、今。ポチポチってすると確かに時短になるよ、この時に。俺もよくやる、それ。その負け方、俺よくやる。そうそう、あ、もう無理だからポチポチってやってさ、時短にすることあるよ、俺も。そうだね。2回とも勇気負けだね、これは。やっぱさ、いきなり大魔王だと、耐久力も必要だし、勇気ための難しいでしょ。ああ、そうなの。まだ半分もたまっ、あ、まあ、さっきつばぜり負けてたからね。まあね、さ、白目を超えれるかどうかが怪しくなってきた。ああ。割といいパーティーだったと思いますよ、ちなみに僕これ。そうなの？はい。全然わからん。うん、割といいパーティーでした。